皆さんこんにちは。はい、本日も始まりました第156回ワイズキャンプです。イエイイエイイエイ。はい、本日はですね、なんと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 福岡支社6周年記念イエイイエイ。ちょっとなんとがちょっとテンポが遅かったですね今。あー、ごめんなさい。ちょっと久々すぎて。はい、そんな感じでですね、福岡支社なんと6周年記念会ということでですね、福岡支社6歳を迎えました。今日はですね、そんな中で山内さんと土屋さんにお越しいただきました。早速ですね、お二人から自己紹介いただきたいなと思います。ではまず山内さんからお願いいたします。はい、今は、コールナビというですね、ワイズの子会社のですね、代表を務めさせていただいてます山内と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、では土屋さんお願いします。はい、今は ICT 事業部ですね。はい、レジや保育の、事業部長させていただいてます土屋と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして私がですね、人事採用部の宮永と申します。私自身もちょっと立ち上げの時からずっと社員として、いるので、ちょっと今日迎えたのがすごい感慨深いなと思っております。本日はよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そんな感じでですね、本日は立ち上げから、福岡支社4年目までを、牽引してくださった山内さんと、4年目から現在の福岡支社というのを引っ張ってくださっている土屋さん両名にご参加いただいてます。ご視聴いただいている方はですね、ぜひいいねとシェアをしていただきまして、拡散のご協力もお願いいたします。ではですね、土屋何も出てない出てない、あれ出ない、何も出てないよこれ。出ないんですかこれ。出ない出ない。ですね、後ほど出します。そうしましたらですね、本日はその福岡市の拠点長を務めていただいてたお二人っていうところにですね、いろいろインタビューっていうところも行っていきたいなと思うんですけれども、まずですね、山内さんにちょっとお伺いしたいなと思ってたのが、そもそも福岡に支社を立ち上げようと思ったきっかけっていうのはどういったところからなんですか？そうですね、きっかけ、きっかけとしてはもともとは福岡に、ワイズのパートナーさんが拠点を出したいというところで、山崎社長から山内立ち上げに行ってこいというところから始まって僕も人生初めて九州福岡の地に出張って形で行ったんですけども、その時にやっぱ福岡すごくやっぱいいなって感じましたので、山崎社長に、ぜひちょっと福岡支社出して自分にちょっと支社を一回ちょっと見させてほしいというのをですね、山崎社長にちょっとお伝えして、支社を出させていただいたというようなものが一応経緯になりますかね。なるほどですね。その中でその福岡支社立ち上げていくにあたって、結構大変だったこともいろいろあったと思うんですけれども、実際に立ち上げてみてちょっと大変だったことってどういうことですか？そうですね、そういった意味では本当に自分自身が支社を立ち上げたいっていうところから福岡支社が立ち上がってきましたので、何ですかね、大変だったこと、結論自分一人だったんですよね最初。本当にリアルに一人だったんですよ。で、何が大変だったかっていうと、やっぱ採用も自分やってましたし、採用した人材を、教育するっていう教育も自分やってましたし、その上で、営業部予算を追うというような全ての業務を自分一人でやってましたので、それがやっぱ最初大変でしたよね。で、そこからそういったポジションに人を配置していくと、誰をやっぱ選ぶかというところがやっぱ一番、その立ち上げの時に大変だったなと思うところですかね。はい、確かに私も山内さんに面接していただいて、山内さんに研修していただきました。そうだよね、宮永君もだって最初それこそね、今人事採用してるけど営業部だったもんね。はい、営業してましたね、懐かしいです。そうだよね。でも営業経験があったからこそ今の人事採用に生きてるなっていうのはすごい感じますね。うん、ね、はい、宮永は人事採用に配置してよかったなって思うよねやっぱりね。ありがとうございます、では土屋さんにもですね、質問していきたいなと思うんですけど、土屋さんは4年目から福岡支社にジョインしていただいてるんですけれども、はい、そもそも福岡支社にジョインしていただいたきっかけってどういったところからですか？はい、会社の一応事例ではなくですね、完全私事でございまして、私事、はい、いい会社だなと思うんですけども、
まあ、シンプルに人生のターニングポイントで結婚しまして、はい、子供が生まれまして、たまたま奥さんが福岡が地元でございまして、子供を育てるんだったらちょっと地元の実家が近いところが安心するかなっていう、結構出張も多かったのでですね、まあ、コロナが出る前だったんでそういうの予測はしてなかったんですけども、ただ、まあ、九州で、仕事していくことをちょっと検討してたらいいよということで受け入れていただいた、まあ、大きい会社に感謝ですね。まあ、それがきっかけです。なるほどですね。実際に私も結婚して旦那の転勤で福岡に来て、で YG に入ったんですけど、はい、その後、はい、やっぱり福岡すごく住みやすくてそのまま家まで買っちゃったっていう感じなんですけどですよね。いいところ、福岡いいよね。俺もだって永住する予定だったもん。そうっすよね。戻ってきましょうよ。いつかね、いつかやっぱ戻りたいって思うような街だよね、福岡は。ですね、はい、子育てもすごいしやすいなっていうのは感じますね。みんなコメントが福岡が住みやすい、いい街で、ね、たくさん来てますね。ありがとうございます。ではですね、福岡支社っていうところで、まあ、立ち上げの時から現在までどういった推移でちょっと従業員とかが増えてきたのかっていうところも私の方でちょっと調べてきたので、そういったスライドっていうのも用意させていただきました。さすが宮永、ありがとうございます。はい、はい、こちらがですね、福岡支社の、人数推移っていうところになるんですけど、2015年ちょうど山内さんが立ち上げていただいた当初っていうところが、まあ、社員8名、ちょうどあれですよね、前身となる会社から、まあ、社員登用された方もいらっしゃって8名からのスタートということですよね。私も多分この中に入ってるかなっていうところなんですけど、そこから1年経って社員が58人、結構圧倒的に数字伸びましたよね。結構、うん、すごいですね。すごいよね、この角度ね。ここ大変です ね。山内さん一人ですよね、これ。ここ一人だったね。まあでも、この1年間で責任者を輩出とかもしてったんで、すごくここはね、拠点が伸びたね、フェーズだったかなと思うけどね。うん、私も実際に見ていて、まあ、会社ってこんな角度でスピードを上げてこう進んでいくんだというのは非常に感じましたね。多分、ワイズだけだと思うんですけどね、これは。そして徐々に人数増えていって、今2020年に100人を超えて2021年が111人ですね。なのでこれから120人とか130人というところに向けてもっとメンバー増やしていきたいなというところですかね。そうですね、今支社で2番目ですよね。そうですね、在籍の人数としては2番目になりますね。東京、大阪、福岡、はい、はい、っていう順番で社員が多い。そうです、そうです。そして福岡は結構クリエイティブのチームもあったりするので、部署 のバランスとしても私が感じるにはすごいバランスのいい市じゃないかなっていうふうに感じてます。じゃあですね、福岡市のイベントっていうところもですね、お写真集めてみましたので、はい、ちょっとイベントも振り返っていきたいなと思うんですけれども、なかなかね、ちょっと今コロナの影響でイベントっていうところが全て中止にはなってしまってるんですけれども、福岡市の仲の良さとか一致団結、その力っていうのがちょっと伝わるんじゃないかなっていうところですかね。これ運動会ですね。やりたいですね。やりたいですよね。なんかこういうイベントあってこそ、なんか部署の垣根を越えて、うん、なんかチームワークがさらに強固になるような感じになってますね。お、試合いるね。試合いるじゃん。俺はいないと。いないですね。もう。でもこれ4年目だから山内さんもどこかにいらっしゃるはずだったんですけどね。あ、周年祭ね、これ。はい、周年祭ですね。あ、確かバーベキューやった時ね。毎年やってたバーベキューですね。なんで従業員のお子さんとかもね、うん、ご参加いただいて、すごくわきあいあいとした雰囲気。いいよね、ね、こういうのね。はい。そして、内定式、お二人からね、ちょっと祝辞もいただきまして。内定式後のね、こういった交流会のイベントとかもね、今は全部オンラインになってしまってるんでね、このオフラインなりの良さっていうところも、またこう、いずれ落ち着いたらやっていきたいなっていうところですね。めっちゃ考えましたもんね、祝辞。祝辞めっちゃ考えました。考えました。やっぱいい思い出ですね、そういうの。やっぱり やってあげたかったですね、2021年も。そうですね。そしてこれがハロウィンっていうところですね。なんかもう部署ごとにテーマ決まってたりとか、もう結構な仮装率を皆さんしてくださるので、本当に
仮想の癖が強いですね。すごいよね、このイリエット浜本とかもね、これ多分自分たちでこれしかも作ったんでしょ、これってね、この時ね。いやもう私この仮想大好きで、もう個人的にちょっと持ってきてしまったんですけど、もうすごく大好きですこれ。はい、でそんな感じでですね、ちょっと写真であのイベントもいろいろ振り返っていったんですけれども、今日ですね、せっかくその6周年っていうところもありますので、まあ、今までの福岡支社を支えてくださったメンバーにもぜひ登場いただきたいなと思ってます。で今日ですね、私の方で皆さんにちょっとお声掛けをさせていただきまして、今日この場にちょっと出演していただきたいなと思います。ではですね、まずは、飯田さん、入江さんにご登場いただこうかなと思っております。ダブルアイ。はい、ダブルアイです。あれですよ、山内部長、はいはいはい、ビールは作ってないっす。作ってないんだ、あれさすがにあのクオリティはやばくないですか。あれクオリティ高かったよね。楽天で買いました。あれ売ってるんだね。はい、組み合わせがバッチリですよね、もうビールと枝豆っていう。おつまみセットです。お二人大好きですね。セットじゃないですかね、お二人とも好きな晩酌セットです。はい、で入江さんも、ね、飯田さんも YM 立ち上げの1年目からこう参入してくださジョインしてくださって、ね、盛り上げていただいているメンバーですよね。そうですね、3月、うん、僕3月 で私が4月、2016年なので、もうかれこれ本当に6年、そっか。飯田とかね、アルバイト応募だったんですけどね。そうだよね、飯田確かにね、アルバイトで来てたよね最初ね。はい、面接してたの記憶にあるよ、飯田は。ですよね。短期高収入コールセンターのキーワードで来ました。そうだよね。なんで君はアルバイトでワイズ入ろうと思ってるのって言ってね、君アルバイトじゃないよって一回ちょっと出直してってね、確か返したよね。はい、なんか不採用不採用、バイトは不採用みたいに言われました。そう君バイト不採用確かに言った記憶あるね。でそうですね、2日後ぐらいに社員で働きたいですって言って、5日後ぐらいに入社しました。そうだよね。めちゃくちゃスピードすごかったですよね。すごかったですね。私、入江さんのでも面接も覚えてます。あ、そうですね、私も宮永さんと山内部長に面接していただきました。なんか最初山内部長がなんか何ていうんですか、ジャンパー着てきたのがすごい印象的で、ワイズジャンパーね、ブースじゃないんだと思って、ワイズらしいなって思いました。あのシャカシャカジャンパー今LSP の子が着てますよ。あ、まだあるんだ。山内さんのシャカシャカ3枚ぐらいありますね。白と青と、あれ着るとね数字上がるからね。じゃあ土屋部長にちょっと後でお渡ししに行きます。いや、サイズが合わない、サイズが。確かにマッチョだもん、土屋さん。マッチョ、本当にテイクすごい。土屋さんの目、加工してないですよね。僕らちょっと今加工してるんですけど、土屋さんの目からそれ素ですよね。素よ、素よ。撮影用に。もう撮影用に。がっちり。コメント来てますね。シャカシャカイメージ強いです。いや、なんかもう山内さんのあのシャカのシャカシャカは縁起物として福岡拠点に代々受け継がれていくものになってますね。あれさ、いいけどさ、最近そういえば作ってないね、ワイズね。あのシャカシャカそろそろ作りたいね。作りたいんですか、あれ。土屋さんが来て最終選考とか出るってことですよね。やだ。土屋部長のシャカシャカジャンパー見てみたいな。いや、ユニフォーム作りましょうよ、ユニフォーム、ね、チームね、ユニフォームいいですね。ユニフォームだったらね、なんか面白いですけどね。はい、福岡でなんかチーム作るとか。そうですね、野球、はい、野球ですかね。確かに野球よくやってますもんね。まあ、みんなスポーツ好きだからね、バドミントンもね、うん、やってますし、なんかそういうのオールスタンダードに使えるなんかやつはいいかもしれないですね。土屋キャプテン、キャプテン監督じゃないです、もうプレイしていただきたいんで、キャプテンで。
ちょっと藤間の立ち位置でちょっとお願いします。めっちゃいいとこつくよ。これは分かる人にしか分からない。宮永さん多分他にも喋りたいゲストが待ってるんじゃないですかね。はい、ね、なんかもうすごくがあのアピールしてきてますね。なので、まだスタート。はい、まだまだあのメンバーおりますので、どんどん紹介させていただきたいなと思います。では飯田さん、入江さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、さらに福岡盛り上げていきましょう。はい、では続いてのメンバーもぜひ紹介させていただければと思います。のりのみさん、伊勢さん、上原さんにも来ていただいてます。ちょっとあの変な拠点だと思われるからちょっとやってくんないかな。ちょっと我々オールド組なので、スリーポーズで入ろうと、はい、昭和な感じで。オールド組は多分私も入りますよね。うん、イエイですよね、やっぱり。イエイです、はい。ここ平均36歳ぐらいですかね。36ですね。はい、平均で言うと。オーバー、平均的に。ね、ここは全員中途メンバーってことね。はい。あ、そうですね、中途メンバー。そうですね、伊勢さんはもともと採用は多分東京かどっかで、途中から福岡支社にずっとジョインしていただいてる感じですよね。一人部署でいろいろ出張とかばっかだったんですけど、最初。最初来て、あの宮永さんに3階開けたら、宮永さんがちょうど左ぐらいにいらっしゃって、はい、もう一人人事にいらっしゃって、あ、福岡ってすごくやっぱ可愛い人多いんだなってまず最初思って。伊勢さん何も出ないっすよ。そう、いろいろありました。どうですか、でもなんか変わりました、やっぱ伊勢さんが福岡来てる結構経つじゃないですか。いろいろ変わる、それはもうだって人がまずやっぱり変わるのは苦手だったんですね、移動もあるし。なんか違いとかあります。違い、あの山内部長と松井部長で、はい、さっきもちょっと話したんですけど、違いというか共通点はやっぱあの情熱がすごいっていう、2人とも何に対しても情熱がすごい。で、遊びの時もめちゃめちゃ本気でやっていただけると、うん、であとは声がめちゃめちゃでかいと。でかいですよね、確かに共通点かもしれない。めっちゃわかる。なんかやっぱあの上に行かれる方はみんな声が大きいんだなっていうね。うん、確かに。そういう意味で一番声大きいですね。声だけあのはい、あの声めっちゃいいですよ、ライズの、はい、朝のね、テレマ7か条だけ、はい、自分の時間で。あるじゃん、武将の適性あるじゃん、武将の適性が。伊勢くんの武将になれる適性があるじゃん、声が大きい。はい。それの自分のやつですか。あ、武将。大丈夫です、大丈夫です。なんて。こういうとこですね、はい。あ、竹澤さんがあれ私呼ばれてないですよって来てます。7周年はぜひ一緒に。1年後。確かにね、滝沢は福岡支社のサポートチームをね、あの、ね、ゼロイチで作り上げてってね、はい、東京にもう戻られてますけど。はい、うんね。滝沢がいたから福岡拠点の、まあ、獲得クオリティが高まったと。ね、まあ、結構ね、まあ、本当に重要なミッションを成し遂げてくれた一人だよね、滝沢は。はい。さあ、まだでもあれですね、福岡もまだまだ発展途上って感じですね。そうですよね。全然あの、ポジションまだまだ福岡空いてるので。うん、狙いに来てほしい、どんどん。うん、頑張りたいとか、前に進めたいっていう方いらっしゃったら、ノリノリまで。お願いします。勝手に募集ないですよ。これやりたかったですね。これやりたかったですね。はい。で、のりどみさんもね、多分2年目ぐらいからかな、あの参入いただいて、上原さんも多分3年目始まるちょっと前ぐらいから参入いただいたような感じですかね。そうですね。私が入った時は多分100人いなかったはずです。そうですね。60何人。そこから、これ、
すごいね。はい、うちの新卒がコメントで遊んでるんですよ今。キャー部長とかなんか送ってるんですよ。めっちゃ来てます、めっちゃ来てます。なんか土屋さんこれ仕込みました？仕込んでない。絶対こういうのやらないでみんな。もう今やってないから絶対やらないでね、こういうコメントダメだよ。なんか俺がやってみたいじゃないか本当に。慕われてますねでもね。あれ、はい、まだいるんでしたっけ？あ、もういない。以上で全員になります。じゃあ、のりのみさん、伊勢さん、上原さんも、はい、ご登場いただきありがとうございました。ちょっとオールド組っていうのが定着してしまったみたいなんですけど、オールド組、ちょっとね、まだまだね、頑張りましょう。頑張ります。頑張ります。はい。はい。って感じでですね、福岡支社本当に個性豊かで、でも仲間思いなメンバーがすごく集まってるなっていうところですよね。ではですね、私の方からはですね、実は土屋さんと、山内さんに従業員からメッセージをいただいてますので、そのメッセージをちょっとご紹介させていただきたいなと思うんですけれども、はい、今日ちょっと登場できなかったメンバーからも来てるんですけど、山内さん、福岡に家を買うと聞きました、お帰りお待ちしておりますってあるんですけど、もう福岡帰ってくるのはあれですかね。決定事項みたいな感じ。何これ、いきなりこれ。上原、しかも上原じゃんこれ。どうなってんのこれ、家買いたいってなんか聞いたんで、はい、いいよね。でも福岡本当にね、なんか街中が洋のオーラで溢れてるし、ね、そうですよね、人もいいし、はい、街もいいし、うん、そしてですね、ちょっと時間の関係上ご参加いただけできなかったんですけど、森谷さんからもメッセージをいただいておりまして、熱男の魂いつまでもといただいております。嬉しいね、なんか嬉しいね、なんかいきなり嬉しい回になってきたねこれ。、うん、そして、畑さんからも熱き魂と、はい、胸に秘め日々精進します。やっぱり山内さん熱いっていうイメージがすごくあるんだなっていうのが、うん、はい、そして土屋さんにもいただいております、イクメンと。もう講師ともに尊敬しておりますと、はい、来ておりますね。だから朝自転車で保育園で絶対父さんとたまに会うんですよ。近くで家が。いや、保育園の送迎してくれるだけでも母としては非常に嬉しいですよね。朝汗だくですけどね、いつも。そして、はい、ワイズ最強の営業マン、リエさんからいただいてますね。いや、ありがとうございます。はい。で、森谷さんもね、福岡で結婚された方ですので、うん、一緒に福岡で骨をうずめましょうと。そうですね。いただいております。永住するつもりです。はい。そしてね、福岡ナンバーワン拠点目指していきましょうというところでいただいております。ありがとうございます。ナンバーワンですね。そうだね。取ってほしいね。じゃあぜひ、そうですね。なんで取らなかったんですか、山内さん。いや、それはもう土屋のためにね、あえて残しておいたと。ね、ではですね、はい、お時間もちょっと差し迫ってきたんで、最後にですね、今後福岡を盛り上げてくれるであろう新卒たちっていうところも紹介させていただきたいなと思うんですけれども、20新卒の子たちがすでに係長職として、まあ、昇格されて自分の部署を持って働いているっていう子もいらっしゃいます。国場さんや山下さんですね、はい、うん、優秀ですね。いや、優秀ですよ。山下さん知ってます？国場くんとか山下さんとか。いや、知ってる知ってるよ、うん、あ、東京でも知ってるんですか？いやいや、もともと俺採用で、うん、面接入ってるから。あ、うん、山下くんも国場くんもだいぶ口説いた記憶はある。覚えてますか？よかったです、うん、かなり頑張ってくれてるんで、うん、この世代が、まあ、福岡を、まあ、前に伸ばすというか、まあ、マネージャー GM 部長を目指してくれると結構福岡支社が盛り上がってくる、まあ、台頭になるようなメンバーかなと。21も結構入ってきてるんで、うん、ここの、はい、まあ、メンバーが目線を下げなければいいかなと、うん、期待してます。そうだね、はい、まあ、だからこの辺が福岡拠点を引っ張る、かつこうワイズを引っ張っていけるようなね、幹部とかに育っていってもらうと、すごくね、ワイズって会社はさらに多分前進してくると思うので、うん、ぜひその辺を目指してほしいよね。そうですね、うん、はい、
そしてお二人以外にもですね、トレーナーとして昇格されていて、今実際に育成とか、うん、数字っていうところに入っていただいている、メンバーでもいらっしゃいますね。山崎さんや勝井さん、吉野さんですね、うん、みんな20新卒から、もう1年っていうところなんですけれども、トレーナーであったりサブマネージャーとして、頑張っていただいているというところですね。まあ1年でサブとかトレーナーになれて普通の会社ないですよね。まあ、全然ないでしょ。もうこれ、ワイズならではっていうところですよね、うん、本当。本当、こういうチャンスがいつでも巡ってくるんで、それを皆さん取りに行ってほしいですね。はい。まだまだあるんで、本当に、狙って目線高く来てほしいなと。ガツガツさっていうのを本当に見せてほしいなって、うん、私もすごく楽しみにしてます。顔つき全然違うね、確かにね。いや、もう全然違いますよ。もうなんか私も、育休復帰してきて思ったんですけど、もう頼もしいっていうのが本当一言目に思いましたね、うんうん、はい、確かに。そしたらですね、最後にですね、お二人からですね、福岡支社のメンバーに対して期待することっていうところもぜひお伺いさせていただいて、まあ、終了したいなと思うんですけれども、山内さんからちょっといただいてもいいですか。そうですね。福岡支社、多分支社の中では一番こう多岐にわたった多分事業展開をしているような多分拠点だとは思いますので、まあ、そういった意味では、まあ、よく、まあ、ワイズの支社とかを行くとよくあるのが、本社じゃないとなんかあれができません、これができませんとかって声がよくある中で、福岡支社ってそういった意味では事業数がやっぱ多い拠点になってくるので、まあ、今すでにある事業だけじゃなくて今後やりたいことがあれば、どん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 そういったところは積極的に、取り、見本となるようなこう支社を、土屋を筆頭にぜひ作っていっていただきたいなと思います。ありがとうございます。では土屋さんからもぜひお願いします。今言ってくれましたね、山内さんが。あ、そうなの。何言ってたの俺。もう右な、同じです。本当に最近の子はって言ったの、おじさんみたいなことは言うつもりはないんですけど、もっと言う、僕だったらば、入社したらば、ガツガツ任せてくれと、多分言いに行って、こういうことをやらせてくれっていうのを結果出しに行ってですね、コミットしに行ったと思いますんで、自分から主体性を持ってですね、会社を巻き込む、なんか軸になってほしいなと思うので、チャレンジをもっとまだ、ベンチャーなんでチャレンジできるので、型にはまるなんて感じで、もっともっとですね、チャレンジしてほしいなっていうところがあります。なんで一緒に伸ばしていきましょう、はい、以上です。はい、ありがとうございます、ね、今いる最高のメンバーとともにですね、7年目に向かってさらに強い組織にしていきたいなというところですね。はい、はい、ではですね、お時間になりましたので、明日のワイズキャンプというところをお知らせさせていただければと思いまして、明日6月2日のワイズキャンプはですね、はい、21新卒、クロストークフレッシャーズの本音ボリューム6ということで、明日は沖縄拠点の新卒にインタビューを行ってまいりますので、明日もぜひご覧いただければと思います。それではですね、山内さん、土屋さん、本日はご参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、では皆さん、明日もぜひご覧ください。それでは拠点ショー頑張ります。ワイズでは企業のデジタル化を支援しています。ワイズキャンプの出演者、スポンサーも募集中。希望の方は説明欄をご覧ください。